はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで豊さんからご依頼です。はい、ホッケのトリロジーですね。こちらを3つになります。よいしょ、いいかな。はい、結構ね、開けていきます。よいしょ。結構なんか北米だと高評価ですね、この製品。よいしょ、6パック。うん、で、ワンオートワンメモラね。まあこのくらいがちょうどいいって言えば、まあちょうどいいっすよね。トリロジーは、まあ、プラスチックのカードがあったり、だいたいホロー、パラレルみたいなイメージですね。ホッケはもうおなじみですね。はい、じゃあ開けていきます。はい。レギュラーはね、あ、トリロジーですね、っていう。安定感があります。で、デコイですね。この人、あ、サイン来ちゃった、いきなり。はい、ジャック・マクベインさん、デコイ。まあ、これでよいしょ。449。はい、レベル1ですね。ルキノートですね。ルキプレミアって書いてますね。コヨーテスで、ルーキーだ。神ルーキーは999。フライヤーズですね。ウィングなんだ。なんかでかそうですけどね。で、レギュラーだ。レギュラー2枚。で、インサート、これなんだ。サブセットか。ルーキーカードのサブセット。ですかね。うん。ルーキーレンディションとなってますから。まあ、うん、ですかね。サブセットかな。あ、グリーンだって。はい。ノア・コーテスさんですかね。99です。少ないですね。これ、パック1ルーキーでも？え？電池の時代は1箱を開けても、2000シリアルが1枚か2枚でしたね。そういう時代でしたね。これは、あ、パッチだ。はい、49シリです。セネターズですね。ゴーリーです。49。ブラックなのかな、多分。あ、その下もシリアル。サクコイブ、懐かしいな。これパッチです。はい。で、サクコイブさんは699。これ赤パラなのかな、どうでしょうね。おお、面白いね。ああ、サブセントね、これはね。シュツルツ。シュルツ。どっちでしょう。はい。ちょっとセネターズ推しですね。うん。これルーキーですね、999。え、こんなルーキー出んの？あ、シュツルツ。シュチューズル。どっちでしょう。で、これ赤パラだ。サブセットにもこう赤パラが、パラレルがあるんですね。99も一緒に入ってました。え、これ生産数かなり少なくないですか、こんな出方してたら。へぇ。うん、ブレディカチャック。このサブセット、通常ね。で、この下からパラレルとかが入ってるんだ。青パラですね、299。うん。マーカーさんね。ちょっとワンボックス開け終わりましたけど。え、こんな出んの？やっぱりアッパーさんも結構、まあ、パニーさんもですけど、変えてきてますね。経済状況に合わせてというか、需要に合わせてこう、
なんか減らしてんのかな、やっぱり。ルーキーはローダー入れておきますね。あの、シリアルルーキーですし。1000以下のルーキー3枚も出てます。それとサインもこれ449だっけ。それとパッチだ。ね、これはちょっと厚めだな。ちょっと待って、これは180かな。うん、はい、分厚いですね。180すごいですね。1箱目、紙ルーキー3で1個99ですけど、それとサインとパッチとで、その他でもシリアルは4枚も出てます。まあ結構トリロジーっていつもこうね、早くなくなっちゃうプロダクトでしたけどね。一時はまあちょっと売れなかった時期もありましたけど、テコ入れしてだいぶ良くなってから、まあ生産数減らせばだいぶ良くなりますから、ね、印象はね。あ、面白いですね。このぐらいで出てくるとちょうどいい感じがします。箱はいらないですね。はい、2つ目です。うん。サブセットか。あ、でもトロンときました。よかったよかった。はい。フューチャーだからこれルーキー？あ、でも3年やってんだ。うん、で、デコイ。うん。ジャック・クイーン君だ。はい。セーバーズだっけ。あ、これ少な、あ、レベル2だ。299です。カメルキーで。少ないよね、多分。少ない枠？枠っていうか、まあ、レベル2ですね。っていう。はい。お！レベル1でサインはないな。あ、99。こっからも来るんだ。あ、何これ。あ、クリアのやつだ。50シリ？おう、マーカーさん、50シリの来ました。はい。あ、こういう出方すごくない？ 99 シリと50シリ。同じパックに入っちゃった。フローズインタイム、ね。はい。ね。うん。これはサブセットだ。で、シリアルは399ですね。黄色？あ、サインだ。パベルスキ。ダラスターズ。やっちゃいました。ちょっとダラスターズもね、ちょっと気にするようになってきましたって、トヨさんも言ってましたけど。うん、いいっすよ、パベルスキ。はい。これレギュラーのベテランオートでシリアルないんですね。まあそこそこ小プリだと思いますけどね。スター選手ですし。はい、パベルスキーやっちゃいました。で、これはルーキーか、ルーキーの赤。うん、なるほどね、こういう風に入ってんだね。いや、でもすごいですね。これパックにほぼなんかシリアル系とかが入ってる。うん。ルーキーですね。999ルーキー。あ、ジャージだ。あ、そっか。メモラー1か。
99シリですね。はい、ウィングだ。シャークス。はい、となりました。いや、これ面白いですね。評価結構高いっていうの分かりますね。いろいろあって、シリアルもこれだけ出ると、やっぱり、ね、違いますね、雰囲気がね。ここ3年、ね、シリアルが6枚ぐらい毎年入ってたのが、4になったりとか、3になったみたいな。3になったんだけど、シリアルのバリエーションが、6パターンから12パターンになりましたみたいな。ね。で、価格が倍とか。そんなんばっかでしたからね。まあ、価格が倍なんですけど、卸価格も倍なんで。ね。倍じゃ効かなくなってくるっていう。そんなんです。でしょ。で、アッパーデックさんとパニーニさんは結構こう市場に合わせた生産数と価格を提供してくれてるので、まだこうやってね、いいですけど。はい、ということで2箱目もなかなかいいですね。面白い。レベル2のルーキーも出て、ルーキー3枚ルーキーは3枚出るのかな。で、フローズインタイムが出ました。こんな感じでしたね。いいですね。で、他のシリアルもね、ありますから。で、3つ目。はい、じゃあ行きまーす。あ、いきなりオートパーツ。はい。ラスベガスだ。ゴールデンナイツ。うん。カイデン。カイデン。うん。ディフェンダー。ルーキーですね。うん。49シリです。いいですね、この。ゴールデンナイツのね。金のとこのパーツです。あ、面白いね、これね。はい。で、シリアルも入ってるし。ちょっと曲げてこうかな。これもちょっと、まあ、分厚いね。はい。いきなりオートパッチ来ました。お、トロント来ましたね。あ、ダグギルモア、そっかそっか、トロントだもんな。いたな。うん。いやー、いい選手でしたね、ダグギルモア。渋いっすね。よいしょ。で、999ルーキー。ジョーダン・スペンス。それと、299のパラレルも入ってます。相当これ、生産数絞ってますね。こうやってシリアルが、パックで重複して入ってるし。ね。ジャージ来ました。またパベルスキー。ベテランのジャージが来ました。オレンジなんですね。シリアルはないですね。で、サブセット。マット・ボルディさん。999。ちょっとトロントのベースカードが出てないな。あ、これレベル2、あ、レベル1か。レベル1だけど、これ何が299ですよ。この絵柄だとレベル2ってわけでもないんだ。ね。あ、クリア入ってる。クリアだ。
はい。これは299ですね。はい。レンジャーズのディフェンダー、ルーキーだ。おお。はい。で、最後ですね。これ、ルーキーサブセット。お、鈴木さんの299。となりました。いや、なかなかやっぱ面白いですね。シリアルの出方で大体こう、プロダクトのね、まあ、メーカーがこのプロダクトをどうこうね、うん、していくのかっていうのが大体伺えますけど、これいいですね。当たりプロダクトですね、これね。あの、カスタマー側からしたら。うん。ここまで、こう、シリアルが、ちゃんとしっかり出て、ね、サインとかパッチとかもあると、いいですね。ルーキーは箱で2、3枚なのかな ?2、3枚出るようなイメージですね。はい。ちょっとあの、ダラスターズ申し訳ないです。よく引いちゃうのでね。はい。ということで、プラカードは2枚出たのかなで、パッチも出たし、ね。サインカードはこうですね。ベテラン、ルーキー、ルーキーオートパッチ。いいっすね。うん。いや、アッパーさん結構。逆襲に来てるな、これ。もう、ね。うん。いいっすね。ありです。はい。ということでね、こちらで、梱包しておきます。なので、またぜひね、チャレンジしてください。はい。まだもうちょっとありますので。はい。ありがとうございました。